はい、レゾナンスゲームズです。今回レッスン3ということで、早速ビデオの方を見ていきます。スキマティックウィンドウの方から、作成している、カメラプレイヤーの方、ピッチを20、ディスタンスを8。この設定で、前回ファーストパーソンのような形にしましたが、サードパーソンの方に戻る形になります。フィジックスの方も、前回デバッグのような形で、タイプを変えましたが、今回は、今ちょうどセンサーボリュームという部分で、まあ、今回のビデオのメインの部分に当たります。まあ、当たり判定といった表現がちょうど合っているのかなという部分ですね。当たり判定の、まあ、タグ、何に対しての当たり判定かという部分を今定義してますが、ちょっと後でこの辺は合わせる形になると分かりやすくなりますので、今はちょっと割愛したいと思います。現在はプレイヤーという形になっています。現在のデバッグの方ですね。フィジックスの方を、リグに戻します。当たり判定の、まあ、半径の方も、定義してました。前回同様、スペースキーを押している間は、炎のパーティクルが発生します。前回同様ですね、プレイヤークラスの中の、グラフ、実際どのようになっているかという部分で、シーケンスノードから新しい、ノードを追加していきます。操作方法ですね。マウスの Y 軸に対して、視点を追加していきます。セットピッチというものですね。Y 軸に対しての、カメラの回転の定義をしているところになります。レッスン、前回から出ているゲットキーノードですね。こちら操作方法に関してはこちらのノードをよく使いますので、覚えておくと良いかもしれません。Y 軸に対して、アングルが変更されるという形になります。キーボードで操作しながらも、マウスの XY どちらでもカメラが回転するという形、なおかつスペースキーで炎のパーティクルが発生するというところまで、操作方法の定義の方をなります。今回新規のクラス追加してまいります。ストーンというものになります。まずエンティティの方ですね。コンポーネントの方から、ゲオム選択していただいて、オブジェクトフォルダの方から、まあ、任意のものでも構いませんが、今回このような、CGF 静的オブジェクトを選択いたします。
パーティクルも同時に出入りしましたので、岩が燃えている状態ですね。クリエイトオブジェクトの方からドラッグ&ドロップでこのように配置ができます。またスキマティックで定義したものは、クライエンジンのアイコンの分かりやすい、アイコンになっております。こちらストーンの、ゲオムの方ですね。当たり判定の方を追加していきます。この緑の四角い部分が、当たり判定になります。ここで先ほど定義したタグですね、プレイヤーに対してという定義になっています。こちらで確認できると思います。この辺もまだベータ版ですので、プレイヤー以外、例えば敵 AI は、判定がないといった定義は、ベータ版の方ではまだちょっと、チュートリアルの方が完成してないので、今回プレイヤーに対しての操作という形で進めていきます。ストーンクラスの、シグナルグラフですね。実際のノードの方を見ていきます。今回当たり判定ということですので、プレイヤーが衝突、接触した際の挙動を定義していきます。引っ張っていただいて、ある程度入力していただくと近いものが出てきますので、このような形で見よう見まねで接続していただくとよろしいかと思います。今回一旦このような接続での挙動をデバッグしていきます。接触したときに炎のパーティクルが映る、燃えるといったような挙動になっています。先ほど炎が乗り移るという表現になってしまいましたが、今回
今ちょうど作っている部分がですね、ちょうどそうですね、炎が乗り移るというよりかは、接触した際に、まあ、スペースキーを押した状態が乗り移るといった表現が正しいかと思われます。ちょうどこちらのノードになります。もしプレイヤーが接触した際に、スペースキーを押したままの状態をオブジェクトに維持させるというコードですね、実際に作るとしたら結構な労力になると思いますが、こちらのスキーマティックの方ではコンパイルもなしにこのように進めていくことができますので、まだベータ版ではありますが非常に便利なものかと思います。このような接続方法で一旦デバッグの方と、その前に、ブランチですかね、一旦挟んでいきます。先ほどは接触すれば燃えたんですが、今回は接触しても貫通しますが、燃えている状態であれば乗り移るという設定定義になっています。こちらは一度接触すると、スペースキーを押した状態が乗り移るので、まあ、永久に燃えているという定義になっています。同じオブジェクトを配置した場合も同じように燃え続けるという形になります。当たり判定ということなので、ここからいろんなアイデアが広がる、まあ、基礎的な部分にはなるんではないでしょうか。燃えているときは燃え移る、ただし燃えていないときは、弾かれるような設定に最後なっておりました。レッスン3でした。ありがとうございます。